はい、では行きましょう。地下牢の奥、狙ってく。暗い。いやー、ガチ暗い。これまたあれいるか？ランプみたいな。深淵の穴。いるかもね。待て、ゴルラ。ちょっと装備するか。しょうがねえな。まったくもう。つがいらんたん。気持ちいい。うん。おるおる。まあでも骨レディがおらんだけでマシやけどね。レディースが。あいつが。めちゃくちゃ強いから。ああ、待って、待って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 、めっちゃいかつい。くっ、まず魔法使いを倒しに行かないと探索が進まんな、こりゃ。殴るんかい。うわ、鬼のラッシュ。いやー、これちょっと明かりが欲しいな。てかほとんどあれ意味ないっすね。ほとんどあれ意味ねえな。え、こっからなの？なぜ？ってください。なかなか厳しいですね。よし、行こう。こっちは何もなかったんだよな。よし。でも明かりなどいらん。幸い、女神、赤く光って見えてるから。ホーミング半端ねえ。うわ、またまずい。つえ。くわ。よし。よし、いけ。果たした。闇の飛沫。さあ、ここだよと。おる。はい、オッケー。まあ、音がするか。うん。あ、何？クリオネや。必勝。何あれ、幽霊、お化け、何、お化けだよ。え、敵。ああ、来るよ。ジャス、ゴンっつってめっちゃ食らったし。待って、なんか分からんけど、もうめっちゃ怖い。ちょ、分からんけど、何かの腕やんね、これ。石像みたいな腕を降りて。何やねん、さっきの気持ち悪いな。おるわー。わあ、煙あるわー。ええ、おるわー。あ、倒せる倒せる倒せる。
ボンボン、倒せる倒せる倒せるとなったらそんなに怖くはないですけどね。これも飛び降りれる感じやけどな。行こうか。ボスかな。でしょうね。勝負。来た。まごうことなき深淵よ。わ。おお。またこれか。また貴様か。今までおったやつらの集合体みたいなやつが、うわデーモン的な、うわいかつー、ラスボスやんこんなもん。やばいのいたー、こんな奥に深淵の主ヌマス。やべえあいつや、あの手あの手ね、あの手っすわ。どうやって勝負する、勝負勝負。勝負勝負ほら。沼津こら。沼津工業ほら。あたたた。やばい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 。ヌマスじゃなかったよ、みたいな。マヌスやった。マヌス深淵の主、深淵の主。マヌス。そんなは強くない感じはしますけど、どうだろう、どうだろう。どうでしょうね。どうでしょう。魔法だけじゃない？きついの。って言ったらナメプかな。あの魔法だけって感じ好きだな。めっちゃおるめっちゃおるめっちゃおる。のいて、俺取りたいねこれ。助けてくれ。いや向こう道ある。ショートカットなのかこれは。すんすん、ボスまで一気に行かせてくれるパターンなのか。いや見えない。光がない。いや道がねえわ。マヌちゃん。外か。ボス前外かか。優しいやん。え？どこ？あ、こんなとこ見ちゃったんや。え、お優しい。あれ？この道も知らない。え、下降りれたんやこれ。ワンコーワンコー。あら全然知らんとこ来たよこれ。偶然ワンコー。もう一匹おるなワンコー。よいしょ、ドーベルマン的な。こっちはこっちで何？ちょっと気になるエリアですね。
うわあ、あいつや。いやね、ドラグーンやん。え、ちょ、後にするこれ。どうする、どうする、後にするか先にするか。どうしよう、どうしよう。ドラグーンが来そうな雰囲気が怖いのよ。竜は空にあり、人に勝ち目なし。いや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 、後にしようか、後にしよう。人に勝ち目なし言われてもモテるかな。あれ、あのまま行っても無理やんな。アイテム回収するのが関の山っすね。どうしようかな、どうするべきなのかな。あれかな。何？わあ！何？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 わあ！何？何？何？わあ！何？何？説明をしろよ、おにゃーの。あ、おにゃーごが俺にルートを説明してくれてんのか。ショートカットの場所を教えてくれただけかな、オニャーゴは。ゴロニャーゴ。ボス行きたいねん、さっきの。マヌスの元へ行きたいの、私は。ちょっと違うっぽい。どうやって行ったかわからなくなったんですよ。じゃあ絶対下に降りていくんですもんね、これ。アイテム。あ、こいつがおったってことは、近いな、あ、ここや。よし。ゴー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 。へい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 。そこやね。ここでも落ちたら多分ダメージでかいから。いくよー。魔法のモーションだけ気をつけて。だ、うん、意外とね、見た目はでかいのにね、動きが早いのよ。ほら、もうめちゃくちゃ動き早いんですよ。わあ、起き上がり狙われまくって厳しいな。なるほど、強えな、強え。ショトカで行った方がいいから、ここからじゃない方がいいですね。できれば移動して、あれは霊廟裏知る市街でいいのか。ん、あ、ん、違うか。なんかさ、弓のさ、めっちゃでかい弓のあいつ、なんか言っとったっすよね、手出すなみたいなことを。あいつにちょっと話聞くか。言っとったような気がするんすよね。あのドラゴンのことでしょ、多分。あのドラゴンの話しとったのこいつやね。一応行くか。こいつはなんかやってくれるんじゃないの。おい、お前手伝えや。そうそうそう、ほらほら、黒い竜してるよ。
Yes. 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 I thought as much. He's called Calamite. Calamite. Ferocious dragon indeed. Even mighty Analanda dared not provoke his ire. Oh, oh. I see little good coming from this, but my intent is to... 諦めるつもりもないのだろう。いや、倒すよ、ソロ。なんだ? Good, good. Good, good. What is bravery without a dash of recklessness?I've taken a liking to thee. Thank you. And I owe thee much for thy service to Artorias. ゴーの竜狩りを見せてやろう。一緒に戦うんかな。すげえ。え？唐突に何か始まりましたよ。あ、やっぱこれ使うんや。っていうか目見えてない。こっから狙うの、もしかして嘘やろ。不動やん。出てきた。うお、当たったー。すげえ、落ちた。あとは俺がやれってこと？ははー。すごいよ。目見えてんねろ。しばらくは飛べぬだろう。ああ、そういうことか。そういうことか。飛べなくはしてあげると。戦えるようにはしてあげるってことや。ああ、あのヒント通りですね。はい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 。親切か不親切かわからんようなやつやな。つらいな。つらいつらい。結局行かなあかんやつやんけ。まあ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 いいか、まあいいか。行きましょう。でまずはヌマス、いやマヌスを倒さなければいけませんので、どう戦っていこうかな。こっちね。深淵までゴー。深いよ、超深い。何回も帰ってきそうな雰囲気あるわ、ここ。深淵の穴、なるべく最短距離で行けるように自分でちょっと道を覚えましょう。こっち行って下行って、あ違うわ、下は違うわ、下はちげえわ、間違えました。黒煙、下じゃないね、一回上行かなあかんね、あれ。ここは上行って、で、さっきの猫猫、猫猫ゴーゴーの方に行きたいところなんですよね。いや、一撃。わあ、闇経験欲しい。あのボスも闇魔法がガチガチ来るから。闇軽減が欲しいな、気持ち的には。てかほとんどショートカットになってなくない、これ。こっちから走るのとそないに変わらないような感じがありますね。道さえ覚えてればそれほど変わらんよな。テク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  でここやもんね。でそれをかわして、よし、痛い、危ない、
落ちる落ちる。ここの、ここの辺に繋がってりゃ一番嬉しいですけどね。こっからはなぜか自力なんよな。さすがダークソウルといったところでございます。下に見えてますね、あいつが、やつの姿が。1回分だけでも気合入れとくか。猫猫ゴーゴー、猫猫ゴーゴー。わあ、大暴れ。コンボコンボコンボ、あーコンボこれ。出てない。タイミング全部合ってません。合った、合ってない。タイミング合ってないか。そう、むずい。ちょっとずつ遅れる。早いんですよね、自分のその前転が。くそ、見えてんのにな。あの一瞬遅れてくるのを我慢しきれないっていうんですかね。ふう、強い。これはなかなか強いぞ。デカブツの割に動きがすげえ速いから難儀やな。難儀なボスやで。戦略はまあもちろん今の感じ張り付いて切りまくりでいきたいと思うんですけども、スタミナの管理が大事やの。意外と隙がでかい瞬間は結構あって、その時に入れまくりたいですね。こことかめっちゃ隙があるんすよ、かなり入れられる。よし、かわして、あの上ジャンプの時もかわせれば。おお、返し、返し来るか。危ない、コンボだった。叩きつける。これも逃げられませんから。よいしょ、回復します。グワッ、よいしょ。あー、遅らせ、むずい、危なー。回復が間に合わない。いや、これ絶対いくらかわせるつもりなんですけどね、もちろん。ガオーってやられてから、うわー、初見攻撃か、つえつえ。いや、今のは強え。ふー、
横避けやね。縦に避けたら確実に前段食らうな。横ですね、あれは。振りかぶりのモーションがかなり分かりにくい。杖を振りかぶったときはみたいな感じかな。難しい、ちょっと気合い入れていかないとね。たーん、ごめんなさい、食らったよ。笑われた。くそ！くそ！はあ、腹立つ。さあ行こう。あいつは倒しに行った方がいいかな。いや、そんなめんどくさいもんね。走れるしね。かわしはいいんやけど。猫猫ゴーゴーのとこから落ちたらいけるんすけど、確かにここからね、猫猫ゴーゴーのとこから落ちてショートカットサイドから行くっていう。こんな感じですか。時間もかかるしね。ここにおるんですけど、しかも結局回復はしなあかんし。いや、通常ルートで行きましょう次からは。よいしょ。ふう、半分ぐらいまでは体力削れてるんですよ。だから集中力が持つかどうかと、まああとは行動運もあるんですけど、まあできればね、その行動運とかは気にせず集中力をキープした状態で勝ちたいですね。今のも早い。向こう側に潜り込むイメージで。あのあとコンボを食らいたくないですね。よいしょ。うわっ、ああこれか。そうか、初段食らわんくても2発目以降で巻き込まれるんですね。ダック、ダック、まあ、とにかくあれやわ、コンボが多い。まあ一回這いずってしまうとそっからもう上から上から食らってるっていう感じですね。立てないんで、もう立ち上がってかわすっていうことができないんで、一発食らったらもう前段受けるみたいな感じになっちゃいますかね。いや、きついなあ。あんだ、あれ系の攻撃やと縦ガードもほぼ意味ないし。さあ、どうやって料理していくか。一回ハマっちゃうとやばいなあ。回復し始めるともうゴテゴテになってしまってます。いつものパターン。だから、やっぱりかわせてないともう話にならない。特にかわせない攻撃がコンボの攻撃なんですけど、わーおーって言い寄った時にどう逃げるかな。杖が早いのよ。大変ですよね。よいしょ。これかわす、くー、
かかった。いや離れたけどな、めちゃくちゃ頑張りましたけど。これ当たんのほんま、どんだけ距離。しゃあ、初めての攻撃、びっくりしたな、もう。今ちょっとだいぶ追い込んだな。あの攻撃はちょっとかわすの激烈鋼弾みたいな感じだね。あのピッコロのタタタアラララララって出してからギュンってやるやつ。魔攻法包囲するやつ。いやーいかつい。あれはそんなにやってこないはず。離れたからなんでしょうね。回復したくて離れたから。面白い。やってやるよ。序盤は三井久志。なるべく序盤でダメージ入れたい。ここに来ての武器壊れそう。最悪やないか。おい、最悪だ。相当無理させてた。攻撃力下がるんで、武器壊れかけたらちょっと直さないとダメです。修理ソウルがねえわ。偉大な英雄のソウル。ちょっとレベルも上げよっか、ついでに。ここで一
っぱいありますし、あと1個ぐらい上げれるから攻撃力上げますよ。攻めないとやっぱ勝たなきゃ誰かの養分。さすがやはり初見ボスは強い。まずは修理していく。そしてレベルアップ、武器の攻撃力を上げていこう。よっしゃ行きますぜー。まあほんの少しですけどね、ほんの少しの勇気を持ってください。よっしゃ行こう。エストビンなんか何本あってもね、そんなに意味はない。もう回復ができないので、モンハンみたいにあの先行玉当てといて回復とか、そういうの無理やからね。あー怖。回復してたら暗い、食らうからまた回復しなければいけない。それで食らい、またそれを回復し、それの繰り返し。ダークソウルあるある。一回はだから視線くぐらないとダメなんですけど、その覚悟がいつまでも持てないから、どうしてもちょっとした隙に回復してしまうんですよね。それで罠にはまる。よいしょ。かわしたよー。いやー、かわしたってマジで許してよ。ここまで離れると一回こうこのモードになるんですよね。離れるのは悪くないですね。うわーい。はいはいはい、よいしょよいしょ。おう、無知のように。よっしゃ飲む。よっしゃ、はいはい、よし、かわせ。飲んでた、ごめんなさい。このコンボ、よしよしよし、初めてこの強コンボをかわした。ずるいけど、後ろ下がってですけど。くる、うわー、こんな無理や、絶対かわせへん。どうなってんのよ。あれをどうやってかわしたらいいんやろ、マジで。うわー、台風。食らう覚悟で回復した今。マヌス、マヌス、あと一発、よーし、開けんな。スースー寝息。はっ、寝言。どうしたどうした、大丈夫、酔い闇さん、これもしかして。寝言、寝言は起きてから言え。
爆睡してますけど、爆睡丸。ほっといていいのかな。チラチラチラ。起きなはれ、起きなはれや。いいのかな、ほっといて。こんなとこ寝かしたまんま、これいいのか。まあいいか。じゃあほっといて、次はあいつ行く。ドラゴン行きましょう。あー、死闘でしたね、マヌスさん。ヌマスから始まりね、ヌマスから始まりのマヌスさん、なんとかぶっ殺しました。ということで、今回この辺で、次はドラゴン行きます。見ていただいてありがとうございました。